タクミと、はい、アシスタントはチアドラコンツ2016上田紫音です。お願いします。よろしくお願いします。前回爪痕を残しまくった、はい、しゅんちゃんが、はい、前回の反響がすごかったよ。本当ですか？なんかね、とんでもない回でしたよね。本当ですか、ね、うん、ありがとうございます。あなたがナンバーワンじゃんって言われちゃいましたありがとうございます。もう今日もなんかやらかしてくれるんですか？いや、今日はおとなしめに、はい、じゃあ期待してます、はい、じゃあじゃあまあ早速、はい、今日はあの昇竜伝ということで、はい、我々このユニフォームを着させていただいてるんですけども、はい、僕見て何か気づきます？シャツが出てる。しまってあのね、これあのチアドラゴンズの先生、ちょっと待って、分かってる、俺ってそれは分かってる。まず聞いて、はい、聞きます。うっちー先生直伝のチアドラ結びやってくれたわけですよ、これ。おー、じきじきにね、嬉しいですね。ですね、はい、でコツとしては、はい、要は普通の結び方を2回やるんだよね。そうですね。で最後こう挑戦するときにあの名言が出ました。まるで締め昆布のようにやってください。締め昆布ね。そうすることによって、まあ、あの僕のかなり短いと言われてるこの足が、いや、そんなことないですよ、長いです。って言わないでください。今のはそれそれでおかしいでしょ、ね、そうそう、いわゆる足長効果が得られるんじゃないかっていうことでやってみたんですけど、はい、なんかねちょっとやぼったいなと思ってたら、そう、これが出てる。シャツが出てる。シャツが出てる。シャツが出てる。シャ、でもさ、これシャツインしたら成立すんの？じゃない、何やってもええじゃないですか、ね。いや、つうか結局さっきね、タッキーかな言ってたけども、はい、彼女が言ってたんだけども、おへそ出してるから成立するって。はあ、だからって俺のへそ誰が見たいっすか？そうです。あ、そうです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 、見たこともないのに俺のへそ。そうです、ね、結構可愛いのよ、うん、こっちじゃないかも。だから最終的に男性が結ぶ場合どうしたらいいんかっていう話だよ、これ。シャツインして、シャツインですかね。インしたらそれなりの感じになるんですかね。ちょっとどっちにしろそれは生ゴミを見るような目に見えるじゃない。いやいや、そんなことないですよ。まあまあしばらくじゃあこれでいきますよ。本番までなんとかね、はい、そうですね、球場の中に入るまでなんとか処理してみたいと思います。処理、はい、お願いします。はい、いいタイミングでくしゃみ入りましたね。大丈夫ですか？水分補給しながら楽しんでくださいね。いや、今日はね、おかげさまでたくさんの方にお越しいただいてますね。はい、私効果ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。強いね、君。どうも。あの、ANA さんとね、昇竜、ね、のおかげでも、はい、もちろんあると思いますけども、はい、で、ね、でもね、やっぱりあんだけナンバーワンとかさ。そうですね。何あれ、なんて書いてあるの？役に立たないなんて言わせない、しおんちゃんの ED 笑っとく情報。コーナー名変わっとるやん、ね、私のコーナーになります。おい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 、この後にやっぱ、ね、ここからはちょっと僕の職場だから、僕お願いしますよ。君の爪痕深すぎるから、はい、ジュラシックパークのロゴみたいな爪痕になってる。あー、モンスター。そうそう、ガリガリってね。はい、さあ、いきますよ。この間は、はい、料理のことを語ってもらいました。はい、料理っていう料理じゃなかったですね。まあそうですね、卵かけご飯でしたっけ。そうですね。その後もちろんね、なんかやってきましたよね、このステージのために。そうですね、はい、はいはい、しました。お、何を作ったんですか？夏なんで、もう果物の季節ですよね。スイカが美味しくなる季節です。スイカは美味しくなってることは間違いないけど、料理の話でいいんだよね。スイカを切りました。お、あのスイカをお切りになったんですか？はい、難しいですよね。難しい、でっかいですもんね、大きいやつをね。はい、まな板の上に置かれたんですか？どこに置いて切ったんですか？テーブル、テーブル、オンザテーブル。オンザテーブル。テーブルの上は滑りませんか？大丈夫でしたか？はあ、
あのお母さんにおいちょっと持っててもあ、お母さんが固定するの、はい、運命共同体です。すごいね、お母さん優しい方だね、はい、めちゃくちゃ優しいです。で、あなたが包丁でそれを切る、はい、テーブル傷つかない、それガンって言った後、はい、強いみたいです。テーブルが強いってこと。そうですね、やめましょう、次行きましょう。次行くの。はい、行きましょう。もうちょっと聞きたいですよ。じゃあ、いや、それですいいですよ。いや、だって料理じゃねえじゃん、まあ、そもそもさ。そうですね、やってないんだ。ちょっと特技料理って書くのやめた方がいいですよ、もうそろそろ。じゃあ、いや、いいですよね、先生。聞いてないよ、先生、何も聞いてない。なんか全然聞いてない。振り付けのレッスンしてる後ろ。そうそう、忙しいから。はい、ごめんなさい。はい、はい、じゃあ、まあ、料理はいいとして、はい、もう一個ね、気になる、はい、なんかドライブが好きなんですね。はい、そうです。はい、となるともちろん車の免許をお持ちでいらっしゃる。はい、取りました。おー、取りました。はい、しおんちゃんの運転する車の助手席に乗りたい方ゼロです。え、待って、そう、めちゃくちゃ安全運転ですよ。車買ったんですよ、自分で3月に。あ、そう。はい、へー、マリナをよく横に乗せたりしてます。運命共同体なんだ。まあ、そうですね、仲良しなんで。あ、そうなんだ。はい、え、じゃあ2人でドライブとかに行くんだ。いや、まだ行ってない。なんかお家まで送ってったとかその程度。あ、まあまあ、そうかそうか、そう、ね、いわゆるドライブはしてないけども。じゃあ運転が好きなんだね。好きですね、楽しいです。運転するとどんなとこが楽しいですか。どんなとこ、なんか大人になった気分になりますね。ああ、そうかそうか、実際ね、年齢も来ないと免許取れないし。そうなんですよ。でも今ガソリンが値上がってて、ちょっとなんか乗るの渋いなって。わかんない。じゃあ夏なんでクーラーつけないと暑いんですよね、車の中って。本当にそれは暑いね、確かにね。そうなんです、もうだからもうガソリンがもうって仕方ない。ガソリンがバカになんない。そうなんですよ。ああ、そう、はい、燃費あんま良くない。いや、いい方ですよ、 18.6 とかリッター走りも。結構燃費のいい車に乗ってるんだね。はい、だけどそうですね、クーラーつけるんで。あ、そう、はい、なんかこれ以上聞きたい気もするけど、聞くと危険な気もする。いや、大丈夫です、安全。なるほど、これ運転ね、あの本当にもう安全運転でお願いしますよ。はい、はいはい、またどっかにドライブに行ったり、はい、料理に行ったりしたらまたここぜひ発表してくださいね。はい、はい、します。お願いだから、まず料理っていう以上火を使ってください。そう、卵かけご飯とあのスイカ切るって火使ってねえよ。確かに、確かにそうですね。もう料理じゃないよ。そうですね、そう、包丁使ってますけどね。なんで切れるんですか。切れて、切れてないです。なんで軽く切れてます。切れてない。面白い人ですね。はい、はい、ナンバーワンですよ。ありがとうございます。はい、さあ、では野球の話をしていきましょう。はい、はいはい、昨日は悔しい試合でした。そうですね、ねえ、昨日の試合、自分の中でなんかポイントはどこでしたか。ポイント、福田さんのツーランは、うん、お見事でしたね。はい、今日も打ってもらいましょう。はい、なんでこんなチラチラなんですか。あ、いやいやいや、でもポイントとしてはそこだった。あ、そうですね、うん、はい、今新しいあの応援ボードが上がってて、爪痕残した上田紫音ってのがあってあれまた面白い。はい、じゃあ今日も頑張ります。ね、悔しい試合だっただけに、はい、今日勝って、はい、なんとかドラゴンズね、あのここから先しばらく2週間ほど名古屋ドーム離れますんで、気分よく送り出したいところですね、はい、今日も皆さん、はい、熱い応援をどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあまあそんな流れでいつものやつ言っときましょうかね。はい、行きましょう。はい、お願いします。タイガースは岩貞投手、ドラゴンズは吉見投手で、午後2時プレイボールです。はい、サンデー吉見投手を皆さんぜひ熱く応援していただきたいと思う次第です。はい、で、昨日からこの僕がいつもやってるね、ご家庭でできる予告先発投手対策法ということで、はい、ダジャレをやってましたが、はい、昨日からちょっと思考を変えたんだね、知ってますね。あ、なんか、中継ぎの、なんか、中継ぎのそうそう、救援ピッチャーに変えたわけ。そうですね、はい、で、昨日は、あれ、なんだっけ、何でした、ドリス。あ、ドリスのハイボールですね。あ、知ってんだ、はい、ありがとうございます。うん、いいピッチャーだったね。そうですね、あれはお家で飲んだんですか。もちろん仕事中飲んじゃうし昨晩飲んだよ、昨晩。そうそう、まずいまずい。はい、はい、というわけで今日は
はい、すいません、昨日も効果を発揮できませんでした。藤川きゅうり、すいません。はい、一応縦縞にしてあるからね。足きゅうりって綺麗なんですよ。本当に綺麗だ。もうカブトムシの食べ物だと思います。本当にもう本当にねえ、きゅうり嫌いだよね。もうもう、で先生もですか。誰に振ってんの。一緒です。何の同意を求めてんの。食べろって言わないよ。じゃあこの前さなえさんここで食べてたじゃないですか。あ、そうか、俺が出したもん食べさせられてたね。はい、うわもう絶対もう昨日だから藤川球児出てきた時本当食べたんですよ僕。コールの最中に慌てて食べた後ね、攻略できませんでした、すいません。はい、キュウリすいませんね。どうしたらいいんだろう。じゃないですか、ちょっとごめんなさい、汚いですけど、もう置いといていいですか。これ僕の食いかけなんです。水野さんもなんかバッチリも触るようになる。ごめんなさい、そのままでいいですよ、そのままで。もう食べない。あとはね、ちょっと可愛らしく、はい、阪神タイガースの最近の勝ちパターンを見ていると、はい、これね、今から言うんだけど、はい、高橋明文投手もね、いるじゃないですか。いいピッチャーですよ。我々、はい、明文投手ね、はい、去年までドラゴンズにいたわけだから、はい、なんか彼にちなんだ何かを食べたり飲んだりちょっと恐縮だなと思って、はい、可愛らしく、はい、高橋沖文、橋沖。それはクリップじゃないですか。違う違う、これね、シーサー型の橋沖。可愛いでしょ。可愛い。こんなこともやってみたっつってね。はい、ありがとうございました。もうね、本当にね、ありがとうございます。そんなキュウリ嫌いなの。キュウリ本当嫌いなんですよね。と杏仁豆腐、豆腐プリン、杏仁プリン。杏仁豆腐とキュウリ全然似てないけど、あの匂いが強いものがダメなんですよね。匂い強いもの苦手なんだよ。はい、じゃあ香草でパクチーとかあの辺はどうなんですか。食べたことないですけど、多分無理です。見た目からして。匂いがきつい。セロリ。あ、食べれます。え。セロリだ、OK で、キュウリ NG。 NG です。シソはあんま好きじゃないですかね。お母さんのお皿にいつも入れてる。いつもお母さんを存分に活用するんだよね。あ、そうです。割と好き嫌い多いね。いや、そんなことないですよ。多い、すでに多いよ。キュウリと杏仁プリンが何でも食べます。シソもダメなんでしょ。あ、そう。納豆とかダメでしょ。納豆食べます。見ましたよ、ユキノ。ユキノちゃんの。あ、ユキノンノン、はいはい、はい、納豆の処理の仕方。はい。おー、あ、なに、それ動画で上がってるやつを見てるってこと。見ました。どんだけ今日に備えてきてるのよ、あなた。魂込めて。魂込めてるね。はい、の割には全然料理してこなかったね。ちょっと込め方がおかしいんだよね、魂。魂込めちゃって、そういうことですね。ちょ、頑張ります。え、頑張ります。頑張りますって聞こえてる。頑張るね。頑張ります。はい、頑張っていただきましょう。はい、はい、で長谷川匠もですね、引き続き頑張っておりますが、皆さんにですね、はい、一つ、悲しいお知らせがございます。今日でドラゴンズ応援川柳終了となります。いや、これもあの前期のね、あのちょうど切り替え時期だったんで決まっていたことなんですけども、いよいよ今日の最後の作品ということでご期待いただきたいと思いますけど、はい、あれ楽しみでした。はい、じゃなかったね。あなたじゃなかった。そうです、そうです。ちょうどね、たまにすごいなって思うのはありました。たまにすごい。控え室でみんな本当におーってなってました。本当に、はい、なってましたよね。なってましたよね、川柳。たまにおーってなってましたよね。なってましたよね。何回も聞かれるとまた悲しくなる。今まででじゃあおーってなったのは何ですか。なんか交流戦ってなってたやつです。ああ。お、なんすごかったですよね。交わって流れが変わる戦いにということで交流戦になってますね。あれ良かった。はい、おーってなってました。ああいうの好きなんだ。すごかったです。あ、そう、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ね、それと同じレベルのものを今日出せるよう頑張りたいと思いますけども、過去私の最高作品としてはですね、はい、やっぱりこれだと思う。田島人、信じる者は救われる。書いてない。書いてねえよ。そんなこと原稿には書いてない。田島真嗣を。あ、そうですね。そう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 、だったと思うんですけどね。はい、はい、ぜひご期待いただければと思います。今日でラストのドラゴンズ応援川柳です。はい、さあ、ではいろいろ情報をお伝えしていきましょうかね。はい、北陸行くんだって。はい、ありがたいことに選ばさせていただきました。行っちゃうんだ。はい、頑張ります。うっちー先生、行かして大丈夫ですか。ちょっとね、微妙です。頑張って爪痕残していきます。北陸にも残すんだ。
はい、ぜひ盛り上げていただきたいと思います、はい、さあそんな北陸が終わると6連戦と、オールスターという流れになっていきます、はい、昨日これお伝えしましたけどもね、はい、あそうだこれこれフレッシュオールスターゲーム岡山マスカットスタジアムにもドアラが行くそうですね、フレッシュオールスターゲームにもドアラさんが派遣されていきます、まあ、新しい情報としては選手では野村選手、木下選手、石川選手、友永選手の4人が選ばれています、こちらの活躍もどうぞ皆さん見守っていただきたいと思います、はい、そして夏の龍神祭のお知らせですね、お願いします、はい、夏の龍神祭浴衣で生駒夏ドームは今月の22日から24日の3日間で開催いたします。浴衣でご来場いただきます と、浴衣を着てお越しの3日間ですね、24、23、24は先着3000名様にオリジナルの2000、今なんて言いました3000、あ、ごめんなさい、3日間2000名様ですね、びっくりした、はい、に巾着、かわいい巾着をプレゼントします。巾着ね、はい、はい、いいですね、はい、はい、そうですね、はい、どうぞ、はい、浴衣を着て名古屋ドームのチケット売り場で内野 A 席または B 席の三塁側をお求めの方に大人1000円子供500円オフになります。さらにドーム内の売店での購入特典、隣接する CBC グルメパークでも浴衣着用の方には生ビール100円引きや一部店舗で増量サービスがあります。はい、イベント盛りだくさんです。夏の龍神祭ぜひ、浴衣を着てですね、お越しいただきたいと思います。なお23、はい、24日はつば九郎さんもお越しになり、はい、チアドラの皆さんも浴衣を着るんですってね。そうですね、浴衣着るの好きですか？好きです。あ、よかった、はい、笑顔で嫌いですとかって言うかと思ったそうです。ああ、そう、結構自分で着られるの、着付けとかもできる。はい、行ったね、はい、あ、本当、はい、楽しみにしています。はい、はい、そんな浴衣ですけども、はい、この3連戦は浴衣を着てですね、はい、お越しになるといい特典がたくさんある中、ジンベエや着物、浴衣ドレスなどでも構いませんとのことです。はい、俺このジンベエと着物はもちろん分かんだけど、はい、浴衣ドレスって何さ？現代風ですねなんか言った方とコメントとなんか表情と全部合ってないんだけど、どういうこと？あなたその世代でしょ？じゃあ今暑くてここから汗がなく垂れたような気がして、うん、垂れてなかったです。なかったんかい、はい、で浴衣ドレス。ああ、浴衣ドレス聞いたことないですね、初めて聞きました。なんか どんな感じですか？浴衣のドレスですよね。ああ、なるほど。あ、浴衣仕様になっててここだけスカート、かわいいやつですね。はあ、そんなんあるんだ。はい、へえ嫌だ。あ、全然嫌じゃないです全然。今ポスターが貼ってあるので、あ、ちょっとここ、あ、これです、はいはい、夏の龍神祭の、うん、ぜひ見てください。はい、あれ映ってんだっけ？はい、います。あ、そっかそっか、はい、よかったね。どこにいるの？あれ左上にいます。あ、本当だ、一番かわいいね。ありがとうございます。よく言われます。ちなみに浴衣ドレスで急に思い出したけど、はい、最近さ、はい、巻き戻しって言わないの知ってる？これですか？ですよね。え、なんかあれ、僕が言ってるのは言葉の話で。そうそう、何今何？なんか帯を取るような。俺やらねえその浴衣のこの撮影の時にお子さんもいらっしゃる。あ、レナとやってました、うん、あ、やってんの俺が言いたかったら違う、なんだっけ、忘れちゃったよ。浴衣巻きみたいな。あ、違う、巻き戻しって、あ、巻き戻し、いつも放送室にいて今のプレーをちょっとリプレイとかで見たいねって時に、はい、ついついね、ドームアナウンサーの酒井さんと話してて、はい、今の巻き戻しで見たいですよねっていうことを言ったんだけども、はい、最近巻き戻しっていう言葉を使わない、リモコンには巻き戻しボタンってものがついていないんですね。語源はテープで、そう、それこそこうだから巻き戻しなわけよ。はい、巻くでしょ。はい、巻きます。ビデオテープ、カセットテープは巻き戻しでしたよね。はい、今なんていうか知ってる？早戻し。ああ、
リモコンとかには巻き戻しっても書いてない早戻しボタンになってる。早送りと早戻しなジェネレーションギャップってあなたが言うあれって言ってた人が言う。ごめんなさい、ごめんなさい、ついついちょっと関係ないですけど思い出しました。豆知識ですね。はいはいはい23日土曜日は D ステージとは別にドーム北側駐車場あっちの方ですね、はい、そこにですね特設ステージを開設します。一部指定席ではありますが観覧無料のボイメンスペシャルライブを実施します。ボイメンさんには浴衣を着てのサービスや試合後にも一部グラウンドに残っていただきイベントを実施してまいります。試合後のイベントは当日 CD の予約券を販売しますがその券を購入していただいた方が対象となります。詳しくは今後出るドラゴンズ情報でチェックしてもらえればと思います。はい、さあというわけで今日はね皆さんご承知の通り醤油デーということで満員御礼完売です。ありがとうございます。ありがとうございます。ユニフォームはもちろんのこと勝利のジェット風船もプレゼントします。モヨドラゴンズ合唱後ですね僕の掛け声でぜひ一斉に上げていただきたいと思います。あれ盛り上がるよね。誰って言ってんの誰って言ってんの。いや今手振られたんで手振りました。お仕事中なんですよ。あごめんなさい、はいはい、ジェット風船そうですね。ジェット風船ねよろしくお願いしますジェット風船が、はい、そうですね綺麗ですねあれ本当に乗っかっただけださあというわけでこの後今日はですねスペシャルライブが展開されます、はい、カズトモさんです。カズトモさん、はい、もうスタンバってらっしゃるのかな。いますおーそうですね、はい、あのお二方昇竜日本来てる。さすが地元のお二方だ。いいですねありがとうございます。はい、透き通った歌声や切なく力強い声で、ボーカルギターを務めるカズとギターと猫をこよなく愛しているギターコーラスを務めるトモお二人のデュオでございます。今月31日にはワンマンライブも決定しているとのことです。またお二方から宣伝があると思いますので、ね、そちらもどうぞご期待ください、はい、というわけで時間いっぱいやっちゃいました。すいませんありがとうございます。ありがとうございます、はい、では DD 知得情報皆さん今日もありがとうございました。ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠と魂込めて全力アシスタントチアドラゴンズ2016